い、どうもこんにちは、 J リーグニアカサポーターの陽平です。今回も J2 注目カード4試合をしっかりと深掘りし、全カードの結果とそれを踏まえての最新順位まで確認していこうと思います。この動画を見ていただければ、 J2 の最新順位をはじめとしたリーグの情勢、より J2 リーグを楽しめる内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。そして動画を視聴していただく前に1点お願いです。この動画に限らずですが、基本的には心を込めて最新の注意を払って動画編集、情報収集しています。ただそのチームを応援しているサポーターからすれば、僕なんてまだまだにわかサポーターですし、何分一人で20クラブ以上チェックしている事情もあり、もしかしたら誤情報や誤表記が出てしまうかもしれません。そちらあらかじめご理解の上、動画を視聴していただけると嬉しいです。はい、リーグ第6節ということでしたが、上位2クラブが早くも抜け出しつつあり、昇格レースに動きが出てきた節となりました。早速注目カード4試合から振り返っていきましょう。まずは藤枝対熊本のゲームから。結果は2対1でホームの藤枝が勝利しました。前節初得点と初勝利を挙げ、ここから一気に勝ち点を上積みしたい藤枝と、石川選手ら主力の怪我もあり、なかなか勝ち点を伸ばせていない熊本の一戦。お互いパスワークを得意としているチーム同士、非常に見応えのあるゲームとなりましたが、この一戦を藤枝が制しました。まずはこの試合のスタメンです。藤枝はおなじみの 3-4-2-1 の布陣。前節から小笠原選手、榎本選手がスタメンに復帰。前節初勝利を挙げたワントップに中川選手を置く新布陣をこの試合でも継続してきましたね。対する熊本は 3-4-1-2 の布陣。石川選手など主力の怪我もあり、2トップというよりは松岡選手、ベジョンミン選手がややワイドに開いての0トップ気味の布陣ですかね。前節からの変更は1名、上村選手がスタメンに復帰しました。はい、試合を振り返っての全体的な印象ですが、前半は藤枝、後半は熊本がペースを握っていた試合だったかなと思います。まず前半に関しては、藤枝が熊本のマンツーマンプレスをうまく裏返し、ボールを握ってペースを掴んでいたと思います。特にゴールキーパー内山選手のフィードが素晴らしく、マンツーマンに行く熊本もゴールキーパーまではマンツーマンできないので、フリーでボールを持てるゴールキーパーの内山選手から正確なフィードが前線に入り、熊本のマンツーマンプレスを裏返して攻撃することができました。先制点のシーンもゴールキーパー内山選手のフィードからで、マンツーマンプレスで熊本ディフェンダー岡崎選手がかなり高い位置までプレスに来ていましたが、そのプレスを紙一重のところでかわして疑似カウンター、最後は中川選手が技ありのシュートを沈めて素晴らしいゴールとなりました。さらに藤枝の対角に通すサイドチェンジも効果的で、前半は藤枝が素晴らしいパフォーマンスを見せましたね。しかし後半に入ると一転して熊本ペースで、徐々に強度運動量で熊本が上回りペースを握っていきました。この辺りのスタミナといいますか、運動量に関してはさすが熊本といったところ、54分59分と立て続けに決定機を作ると、62分についに同点だ。3バックの一角、大西選手がゴール前まで侵入して生まれたゴールで、いや、そこまでディフェンダーの選手が飛び出してくるというのがすごいですね。熊本の良さが存分に出たゴールだったと思います。しかし決勝ゴールを奪ったのは藤枝。熊本のカウンターの起点を潰して、カウンターのカウンター、途中出場の矢村選手が起点となり、最後はこちらも途中出場の大曽根選手がゴール。藤枝ディフェンダーの小笠原選手の長身フォワードのような絶妙の落としも素晴らしかったですね。藤枝は最後まで集中を切らさず、この1点のリードを守りきって試合終了。藤枝が復活を印象づけるリーグ戦連勝を飾りました。はい、両クラブともプレーのテンポが速く、それでいてスタイルも似たところがあり、本当に見ていて楽しい、見応えのあるゲームでした。敗れた熊本も決して内容は悪くなく、
決定機も複数作り出していたので、まあ下を向く必要は全くないのかなと思いますね。個々の選手に目を移すと、やはりこの試合はゴールキーパー内山選手ですよね。マン・オブ・ザ・マッチ級の活躍で本当に素晴らしかったと思います。まず前述したように攻撃時のフィードがすごい、めちゃくちゃ正確なキックで何度も前線にパスを通していました。さらに後半は守備でもビッグセーブを連発、54分59分の熊本の決定機を防ぐなど、まあ、2点分は内山選手が止めていたんじゃないかと思います。藤枝の攻撃サッカーを後方から支える本当に素晴らしいゴールキーパーだと思います。ここから波に乗って3連勝となるのか、次節以降の藤枝も注目ですね。続いては鹿児島対横浜 FC のゲーム、結果は0対4でアウェーの横浜 FC が勝利しました。昇格組の鹿児島と昨シーズンは J1 を戦った横浜 FC との対戦となりましたが、横浜 FC が強さを見せつけアウェーで貴重な勝ち点3を手にしました。まあいろいろとすごい試合になりましたね。まずはこの試合のスタメンです。ホーム鹿児島は 4-2-3-1 の布陣、今節は最前線に藤本選手ではなくンドカチャールズ選手が起用され、横浜 FC のディフェンダーンドカボニフェイス選手との兄弟対決が実現。また五稜選手、富山選手、渡辺選手がスタメン入りとなりました。アウェーの横浜 FC は 3-4-2-1 の布陣、前節岩竹選手が退場で今節出場停止、3バックの一角に中村拓海選手が起用されました。連戦となりましたが他には和田選手が起用されたくらいで、前節から大きくメンバー変更はありませんでした。はい、試合を振り返っての全体的な印象ですが、まあまずは何といっても退場者が2名も出たなかなか見られないゲームになりましたね。勝利した横浜 FC は2点リードに加えて2名の数的有利のアドバンテージ、メンタル的には、まあ、多少緩んでもおかしくない状況だったと思いますが、三田選手や武田選手を投入しながらゲームを引き締め、最終的には4得点を奪って勝利したのは、まあ、さすがと言いますか素晴らしいパフォーマンスだったと思います。そしてホームの鹿児島も9人という絶望的な状況下でも雨の中駆けつけてくれたサポーターのために最後まで気持ちを切らさず戦い抜き、失点を最小限に留めたことは素晴らしかったと思います。11人対11人の状況は前半の20分程度しか見られませんでしたが、そこまでの印象をお話しすると、まあ横浜 FC が強いなと感じるゲームだったと思います。スカウティングから鹿児島の逆サイドが空きやすいという情報もあったとのことで、先制点はまさに狙い通りのゴール、序盤から福森選手の精度の高いキックが左サイドで目立っていた中で逆サイド、右サイドに大きく展開、広大なスペースから正確なクロスが入り、伊藤翔選手がきっちりとゴールを奪いました。まあ、やはり福森選手の正確なキックがある横浜 FC の左サイドは、まあ、それだけで脅威ですし、まあ、それを見せてからの逆サイドで仕留める攻撃は見事でしたね。また11人対11人の状況下でも横浜 FC は出足の速い守備で鹿児島の攻撃を封じ込め、セカンドボールもことごとく回収、数的有利になる前から徐々に横浜 FC が押し込む展開になっていたのかなと思います。退場になったシーンはどちらも横浜 FC の攻撃が素晴らしかったと思いますし、横浜 FC の強度の高い守備に加えて局面で競り勝つ個の力の強さも見られました。横浜 FC のストロングポイントがよく発揮されたゲームだったかなと思います。この勝利でなんと横浜 FC は3位に浮上。最序盤は少し出遅れた印象もあった横浜 FC でしたが、気がつけば6節時点で上位に浮上。いや、やはり横浜 FC が昇格レースに参戦してきましたね。ただまだまだシーズンは長いですし、横浜 FC もまだまだ調子を上げられそうな底知れぬポテンシャルも感じます。ここから一気に連勝回路となるのか、それともまだ本領発揮は先になるのか、次節3連勝をかけた仙台とのゲームは非常に注目度の高いゲームとなりそうです。続いては清水対秋田のゲーム、結果は
1対0でホームの清水が勝利しました。勝てば3連勝となる2位清水と、直近3試合2勝1分けと調子を上げてきた9位秋田の対戦。連戦の最終戦となったこの一戦を清水が制しました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの清水は3連戦と連戦ながら前節とスタメンの変更はなし。鉄板となりつつある盤石の布陣で3連戦の最終戦に臨みました。対する秋田は前節から2名を変更、10番の小松選手、ボランチの諸岡選手がスタメンに復帰しました。はい、この試合を振り返っての全体的な印象ですが、まずこの試合を語るのに外せないのが前半早々の乾選手のアクシデントですね。前半6分で乾選手が早々に負傷交代、清水は早い時間帯に大黒柱の乾選手を欠く状況となってしまいました。いや、ここまで大車輪の活躍を見せている乾選手を欠くのは、まあ、清水にとって相当痛いですよね。まあ、幸い歩けてもいて、交代後ベンチにも乾選手がいたので軽傷だとは思いますが、清水にとっては痛い負傷交代だったと思います。ただ今季の清水は乾選手がいなくても強かったですね。昨シーズンは戦術乾とも言われた清水で、良くも悪くも乾選手によってガラリとチームが変わる印象がありましたが、乾選手を欠いた今節の秋田戦は、いや、全く違う印象を受けましたね。乾選手がいなくても細かいパスワークで攻撃のリズムを作ったり、サイドのルーカス・ブラガ選手やカルリニョス選手を起点にチャンスメイク、最前線の北川選手はうまく起点となりポストプレーが非常に効いていましたし、乾選手の代わりにトップ下に入った松崎選手も、乾選手のような小刻みなテンポで攻撃を停滞させることなくスムーズなボール回しが見られました。このあたりの清水の乾選手不在の影響を感じさせないチーム全体としてのパフォーマンスは見事でしたね。前半のうちに先制ゴールを奪い、その後の試合運びも危なげなかったです。清水は出ている選手全員がすごくよく機能しているなと感じました。センターバックの蓮川選手、住吉選手は、まあ相変わらずの強さを発揮して秋田のロングボールをしっかりと跳ね返し、秋田に前線で簡単に起点を作らせませんでしたし、ボランチ両サイドバックも攻撃にうまく絡み厚みのある攻撃を見せていました。危険な奪われ方をしたシーンがほとんどなくて、チームとしてのリスクマネジメントも見事だったと思います。終盤にはもはや勝ちパターンとなりつつある高橋選手、北爪選手を投入しての5バックで逃げ切り体制に。5バックになっても北爪選手や西原選手などロングカウンターを成立させられるような縦への推進力のある選手が複数おり、後ろに重心が持たすぎることなく、終盤のこの5バックもかなり機能しているなと感じます。清水はこのまま難敵秋田を相手に危なげなくゲームをクローズ、この試合に勝利して3連勝、6節を終えて5勝1敗と素晴らしい成績で開幕ダッシュを決めました。いやー、乾選手不在でも今の清水は強いぞと、この勝利の価値はものすごく大きいなと感じますね。そして個々の選手に目を移すと、カルリーニョス選手が素晴らしかったなと思いました。後半フォワードの北川選手が交代で下がると最前線のフォワードを任されましたが、いや、そこでの献身性が素晴らしかったですね。何度も秋田の最終ラインへプレスをかけ惜しみない献身性を見せました。10番をつける外国籍選手が、いや、こんなにもチームプレーに徹することができるのに、いや、僕は感動を覚えましたね。さらにすごいのが、終盤足がつってしまった後もサボることなく守備に走っていた点。いや、北川選手からキャプテンマークを託された理由が分かったような気がします。カルディニョス選手のこの献身性は素晴らしかったですね。乾選手不在でも問題なく勝ち切る強さを見せた清水、昨シーズンの問題点であった乾選手への依存度もかなり軽減されてきた印象です。ここまで順風満帆、好調をキープしている清水、このまま自動昇格を掴んでしまうのか、今後も J2 の中心となりそうなクラブですね。
続いては群馬対岡山のゲーム、結果は1対2でアウェーの岡山が勝利しました。首位岡山と最下位群馬の対戦となったこの一戦、ここまでの勢いを象徴するかのような終了間際の劇的弾で岡山が勝利しました。いやー、岡山は接戦をことごとくものにしていますね。本当に勝負強い。はい、まずはこの試合のスタメンです。ホームの群馬は 3-4-2-1 の布陣、前節からスタメンを5人変更、5節終了時点で未だ勝利のない群馬、ゴールキーパー串引選手に代えて石井選手を起用するなど、なんとかこの試合で白星をつかみたいところ。対するアウェー岡山も 3-4-2-1 の布陣、連戦ということでこちらも前節からスタメンを6人変更、田上選手、阿部選手、千葉選手、柳選手、太田選手、ルカオ選手がスタメンに入りました。連戦でしっかりターンオーバーできる岡山の選手層もすごいですよね。試合を振り返っての全体的な印象ですが、非常に膠着した展開が長く続く、お互い我慢比べのようなじりじりと拮抗した展開が多かった印象です。群馬は序盤ゴールキーパーを含めた低い位置からのビルドアップ、対する岡山はハイプレスに加えて最前線のルカオ選手を起点に攻撃を構築、また岡山はボランチの1枚が最終ラインに降りてビルドアップに参加する形もこの試合見られましたね。ただ同じフォーメーションのミラーゲームということもあってか、お互い相手の長所を出させない献身的な守備がしっかりとはまり、前半からお互いシュート数の少ない膠着した試合展開が続いていたと思います。お互い奪われた後のプレスバックの守備も早く、局面局面で全く守備をサボる選手がいないのが印象的でしたね。岡山もさすが首位チームといった守備の硬さで、藤田選手や末吉選手がプレスバックを何度も行い、非常に引き締まったゲーム展開となりました。ただ時間が経つにつれて徐々にゲームは岡山ペースに、オウンゴールによる先制点こそ許したものの、後半から投入されたグレイソン選手を中心に岡山の攻撃シーンが増えていった印象です。このあたりの岡山の選手層の厚さは連戦といった過酷な状況の中で、いや非常に生きてきているなと感じます。ルカオ選手も良かったと思いますが、そのルカオ選手に代わってグレイソン選手が後半から出てくるんですから、いや相手ディフェンダーにとっては嫌ですよね。そして1対1で迎えた後半アディショナルタイム、このまま引き分けで終わるかに見えましたが、こちらも途中出場シャビエル選手がグレイソン選手からの絶妙な落としを振り抜いて劇的な逆転ゴール。いや今季何度も見た終盤の劇的ゴールで、またも岡山が土壇場で勝ち越し、驚異的な勝負強さを見せて、これでリーグ戦4連勝となりました。いや岡山が今季本当に強いですね。連戦でのターンオーバー、そして終盤のベンチワーク含め、木山監督のマネージメントも素晴らしかったと思います。岡山の選手層の厚さと木山監督の思い切りのいい采配が非常によく機能しているのかなといった印象です。決勝点は共に途中出場となったグレイソン選手とシャビエル選手の連携によるゴールですし、終盤の点が欲しい状況でセンターバックの柳選手を投入するなど、木山采配が随所に当たっているのかなと感じます。シャビエル選手は今季初出場となりましたが、まだ本調子ではないのかなといった印象を受けました。それでもゲームを決定づける重要なゴールを奪うなど、ここからどんな形でチームに貢献してくれるのか本当に楽しみな選手です。これで岡山は首位をキープ、2位清水とともに頭一つ抜けた格好となりました。昨シーズンの町田のようにこのままリーグを独走してしまうのか、今季の岡山は本当に強いなと感じます。最後に他会場の結果と順位表です。仙台対徳島は0対0のスコアレスドロー、岩城対山形も0対0のドローとなっています。山形は連敗を3でストップ、昨シーズンの8連敗の悪夢をなんとか断ち切りましたかね。水戸対千葉は0対0のドロー、栃木対大分は2対1で栃木が勝利しています。
山口対愛媛は1対1のドロー、長崎対甲府の上位対決も1対1のドロー決着となっています。今節は非常にドローゲームが多い節となりました。順位表です。首位岡山、2位清水は変わらず、ただ3位以降との勝ち点差が拡大し、岡山、清水の2強がまずは抜け出した形となりました。このまま自動昇格の2枠が決まってしまうのか、2クラブとも非常に内容もいいだけに、まだ時期尚早とはいえ、昨シーズンの町田のような独走もあり得るかもしれません。そして3位には横浜 FC が浮上、直近4戦で3勝を挙げており、徐々に調子を取り戻してきている印象ですね。以下、甲府、長崎、仙台と続きます。はい、続いてボトムハーフ。昇格候補の千葉が11位、同じく昇格候補の山形が13位と、こちらは苦しんでいる状況ですね。昨シーズンのように一気に連勝をする爆発力のあるクラブですから、本領発揮がいつになるのか、今後の動向には要注目ですね。そして心配なのは群馬ですかね。唯一の未勝利クラブとなっており、今節も首位岡山に痛い逆転負け。昨シーズンが素晴らしいパフォーマンスを見せてくれただけに、今季ここまでの成績はいやちょっとね気になりますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。岡山、清水が依然強さを発揮しており、勝ち点でも頭一つ抜け出す格好となりました。本当にこの2クラブは選手層も厚く強いなと感じます。また横浜 FC も気がつけば3位に浮上、 J2 サポからすればまあやはり来たかといった感じで、徐々に本来の強さを取り戻してきた格好でしょうか。今後群雄割拠の J2 はどんな展開を見せるのでしょうか。 J2 以降も目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も毎節の注目試合、最新順位をお届けしていく予定です。少しでも面白いと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。メンバーシップも始めました。メンバーシップの登録もお待ちしています。それではまた別の動画でお会いしましょう。